経学正明時代は、菅の武帝時期、儒教を国教化したため経学が盛んになった時代のこと。川鈴鈴経学歴史には、当時は地方によって異なる学説が生まれた。四季樹林伝によると、当時、孟子は存在しなかったとある。川鈴鈴経学歴史には、四季樹林伝によると、炉の国においては、新土川河の解釈で読まれ、決議の姿勢をとり、 高い評価を得たとある。川鈴すずい、学歴史には、四季樹林伝によると、姓の国においては、長い形性の解釈で読まれ、官の経定期、博士として主観したとある。川鈴すずい、学歴史には、四季樹林伝によると、縁の国においては、半英の解釈で読まれた。半疑い伝は一部のみ現存。半歌伝は現存せずとある。今文証書、古文証書、 偽古文章書が存在するが、河鈴水、経学歴史には、四季樹林伝の中で、章書は、複製の、今文章書、公安国の、古文章書について言及されている。河鈴水、経学歴史には、炉の、行動性の伝が最も根拠のあるものだとされ、指令のみ存在し、孔子の生きた時代には、経書としては存在せず、文書に及んで、多くが三滅ぼしたとある。 河鈴遂、経学歴史には、菅の武帝記には、要何の科学が盛んであったとある。三伝あるが、河鈴遂、経学歴史には、当中女、古武生が、明るく、それぞれ、春秋区を伝い、春秋国領伝を記し、古武生は、春秋国領伝を、高村広氏に伝えたとある。春秋差し伝については、言及なし、菅の武帝に仕えた呪学者、 はわすずずい、経学歴史には、春秋を学び、経学正明時代に、無意、無観の地位から上昇になったとある。ありがとうございます。